愛の歌を歌いながら歩いて行こう。愛の歌を歌いながら歩いて行こう。一歩ずつ一歩ずつ一歩ずつで OK。 障害のある方にとって一番の障害は挑戦するチャンスがないことでした。働きたい、スポーツしたい、恋をしたい、南高アイリン会の道のりはいつも障害のある方たちの思いとともにあります。生きがいを求める挑戦者たちが集まる場、さあ行こう、みんな同じ空の下。さあ始まりました、みんな同じ空の下。今回でなんと第10回目を迎えます。さあ今回スタジオにお越しいただいている方、自己紹介をまずお願いします。はい、社会福祉法人南高愛林会の高木です。はい、そして、はい、同じく南高愛林会の松本です。はい、今日は高木さん、松本さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、本日は、どういったお話をしていただけるんでしょうか。就労継続支援事業所のコロニーエンタープライズをご紹介したいと思います。はい、コロニーエンタープライズ、CM もですねさせていただいて、はい、お中元の時期にはですね、いろんな製品を、届けてもいただいたんですけれども、ありがとうございます。こちらこそでございます。まずはこのコロニーエンタープライズ、どういった、事業所になりますか。障害があり一般企業で働きづらい方の受け皿として、はい、ここは乾麺を中心に年間27万トン作っている、うん、はい、事業所になります。はい、主にはそうめん、うん、うどん、ラーメン、ちゃんぽん、こういったものを作っております。なるほど。もうね、製品をですね、食べさせていただいたんですけど、本当にこう高級感があるというか、一つ一つね、味がなんかちょっと違う味のものがあったりとかもしたので、これだけのね商品数を作られてるんだなっていうのがすごく驚きがあったんですけれども、そもそもこう、こういった麺の乾麺の製造という事業をスタートするなんかきっかけみたいなのがあったんですか。きっかけは島原そうめん、はいはい、地場産業になるんですけども、うん、そこのそうめんを作ってほしいというところで、はいはい、作りたいなのかな、うんうん、作りたい、はい、作りたい、はい、うん、というところで、はい、職員が修行に出かけまして、うんうん、はいはい、はい、うん、で技術をしっかり習得をした上で、うん、そうめん製造に入りました。なるほど。これもう長く事業は続けられてらっしゃるんですか。はい、昭和63年から開業しております。うん、はい、ということは今年で、はい、35年目で、うん、今35周年記念セールを行っております。なるほど。35年、もう、ね、元は、地場産業であるそうめんをね、作ろうということでスタートしたところということなんですけれども、そこがそうめんだけじゃないんですよね。そうです、うん、はい、そうめん以外にも、はい、うどんとかラーメン、うん、ちゃんぽん、うん、はい、でそうめんの中でも黒ごまそうめんとか、はいはいはい、うん、十六穀そうめんとか うどんとかいうのも作っております。はい、はい、いろんな商品がですね、製造されているということなんですけど、ここは今何人ぐらい皆さん雇用されてらっしゃるんですか。はい、A 型事業所は24名です、はい、うん、でここは B 型も併設しておりますので、はいはい、B 型の利用者さんが21名、うんうん、で職員が17名でやっております。はい、まあ、たくさんの方々がねお仕事をされているということなんですが、一番ねこのコロニーエンタープライズさんのこう、まあ、商品のこうカタログというか拝見させていただいて、なんかもう職人技というところがね紹介されてました。やはりこう皆さんもう一つ一つの仕事をすごく一生懸命取り組まれてるとかやっぱり感じますか。はい、もうまさに職人です。なるほど。はい、でどんな仕事にでもやはりこう適性があるなしで皆さんねその事業所に入られると思うんですけど、もうやっぱりこう日々進化というかそういったところをやっぱり肌で感じるところがあるんですか。いや、もう本当毎日やられてることなので日々進化、はい、進歩されてて、なるほど、はい、
技術がどんどん上がっていっております。なるほど、もうそれは本当にだからそのお一人お一人のこうその仕事のこう責任感にもつながるでしょうし、皆さんの職員皆さんの信頼感もそこにあるしということで、どんどんこう職人技になっていくわけですね。そうですね。なるほど、もう一つ一つ本当ね手作りの良さがそこにあると思うんですけど、いろんなねコラボをされてるとお聞きしたんですけれども、これはなんかどういったきっかけでコラボとかってスタートするんですか？ラボンバンスっていうところの東京のお店が、はいはいはい、一つのコラボのお店なんですけれども、はい、ここの店長さん、はいはい、シェフの方がいただいて、うん、それを食べて、うん、これは美味しいということで、うん、コラボがスタートしたっていうことで私お聞きしてます。なるほど、はい、それはだからその皆さんが職人技でこう作り上げたものがたまたまお口に入り、はい、その美味しさで、あ、これはぜひ取り扱いましょうということですよね、はいはい、うわ、それそれこそその職人の皆さんは喜ばれたんじゃないですか？はい、もう大喜びですねえ、なるほど。コロニーエンタープライズさんの製品を見て思ったんですけど、パッケージもすごくおしゃれで、すごくこう一般でこう販売されててもこう目を引くというか、そういったところ、あとその商品の品数ですね、またなんかすごく力を入れてらっしゃるんだなというのを感じるんですけど、なんかそういうこう展開方法というか理想とかあるんですか？そうですね、まず障害者が作った製品だから買ってくださいっていうわけではなく、うん、はい、あ、美味しそうっていうところで手に取っていただいて、うん、食べて美味しいと、うん、はい、で裏を見ると社会福祉法人で作られてる、はいはい、うん、障害の方たちが作ってるの、うん、っていうような格好になればいいなと思ってます。なるほど目指すところはそこ、はい、なるほどですね。でもその一つでその東京の有名なお店とコラボがスタートしたということですから、そこはもうなんか思っていたこう理想形に近づいてるってことですよね。そうですね、うん、はい、いや本当にね一つ一つやっぱりこう心を込めて商品がね作られてるということなんですけど、この商品開発も社内でそうです、はい、うん、職員が、はい、今度はどういう企画でやろうかという企画会議をやっていて、はい、なるほど、はい、作っております、はい、でそれでこう商品の幅を増やして、そして好評だったら続けていくみたいな、はいはい、その中の一つで私冷やしトマトラーメン食べさせていただいたんですけど、ありがとうございます。このトマトスープ美味しいですねありがとうございますもうびっくりしました、はいはい、今年新商品で、うん、はい、販売してました。なるほど、もう夏にねぴったりでさっぱりね、それこそ冷やしって書いてあったので、私は冷たく食べたんですけれども、冷たくしてですね温かくもして食べれるということで、はい、そうですね、はい、どちらでも OK で、でもうねなんかもう濃厚なスープがね、ラーメン食べてもまだ残るんで、ちょっと最後までちょっとこうバケットとかね用意していただいて食べたら本当に美味しくいただけるので、こういうのをやはり開発されてるそのなんかこう意気込みというかですね、いいなと思いましたので、ぜひいろんなね商品を試していただいて、で何よりもこうやっぱり美味しさで見つけていただきたいですね、はい、そうですね、はい、はい、もうぜひファンの方にそこにねこう職人さんとなったこう利用者の皆さんがもう社員としてね働かれてる皆さんのなんかこう意気込みというかね、その技とかそういったことを感じていただけたら、まあそれはそれでまたねいいなと思いますので、まずは食べていただければなと思います。さあこの製品ですけれども、現在、ふるさと納税の返礼品にもなっている。はい、そうです、雲仙市のふるさと納税の返礼品です、はい、なるほど、こちらも好評なんですか？はい、もう作るのが間に合わないぐらい、はいはい、ご好評いただいているということですので、はい、ぜひ、皆さんにもですね手に取っていただきたいんですが、諫早市内どこで、購入できますか？はい、飯盛ですとフレッシュ251で、はい、海津方面だったら、大地の恵み、はいはい、であと地元市とかもぎたて市、トレトレ旬屋さん、諫早市場さん、こういったところで販売しております、うん、なるほど、はいはい、直売所などはじゃあぜひ覗いていただけたら、はい、ある確率が高いですね。はい、そうです、はい、ということですので、パッケージがね本当におしゃれにできてますので、一瞬なんかよくわからないでこうねこう手に取っていただいて裏を見ると、あ、
これがそうなんだって思われる可能性も高いかと思いますが、ぜひですね手に取っていただきたいと思います。さあということで、その他にもネットでも購入できるんですよね。はい、ネットからも購入いただけます。はい、ベースっていうサイトから入っていただくこともできますし、はいはい、うん、あの南光愛輪会のホームページからも、はい、あのご注文いただけますので。なるほど、はい、はい、ぜひこちらですね気になる方はまず一つご購入いただいて食べてみて気に入っていただけたらですね、ぜひあのご家庭用も OK ですし、季節のですねお知り合いの皆さんへの配りたいなという思いがあったら、ぜひそういった時にご利用いただけたらと思いますので、ぜひ、コロニーエンタープライズで検索をしていただければと思います。はい、ということで、もう職人技っていうところがまたねちょっと魅力的だなと思いますので、ぜひなんかそのこう製品に隠れたねそんな思いというのもね感じ取っていただけるととても嬉しいと思います。何よりも味がいいからコラボが生まれるというところがねいいと思いますので、ぜひまずは食べてみてください。さあということで、今日はですね、A 型事業所コロニーエンタープライズのお話をお伺いいたしました。南光愛輪会の高木さん、そして松本さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。愛の歌を歌いながら歩いて行こう。愛の歌を歌いながら歩いて行こう。一歩ずつ一歩ずつ一歩ずつで OK。 いっぱい失敗大丈夫、いっぱい泣いても大丈夫、涙の後に虹が出る。好きなことなら大丈夫、好きなことが道になる。心が叫ぶ方へ歩こう。一人じゃ無理でも大丈夫、ほら一人じゃないから大丈夫。強くて優しい人になりたい。みんなここで、みんなそこで、一歩ずつ歩いて行くのさ。愛の歌を歌いながら歩いて行こう。愛の歌を歌いながら歩いて行こう。一歩ずつ一歩ずつ一歩ずつで OK。 地球は一つ、命は一つ、だけど君は一人じゃない。みんなここで、みんなそこで、一歩ずつ歩いて行くのさ。愛の歌を歌いながら歩いて行こう。愛の歌を歌いながら歩いて行こう。一歩ずつ一歩ずつ一歩ずつで OK。人生は楽しい。働きたい。スポーツしたい。恋をしたい。さあ、行こう。
みんな同じ空の下、生きる誇りへの挑戦、社会福祉法人南光愛林会。